それでは福地市長よりコロナ禍における未来に向けたまちづくりについて説明を申し上げます。市長よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。当初の樋口でございます。お疲れのところ、またこういうギャグの時間設定、先ほど会長からも農飯器に入ってきているようなお話がございました。それぞれ差し入れいただきましてご出席賜りましたことにありがとうございます。本日はこうして千代田地区、農船地区、そして宮本地区の皆さんに久しぶりにお会いをさせていただいて本当に嬉しく思っております。千代田地区の山本会長、農船地区の小松会長、そして宮本地区の久保田会長をはじめ、地元の自治会の会長の皆さん、各種団体の責任者の皆様、そして地域の皆様方におかれましては、日頃から保護指定を推進に対しまして、格段のご理解にご協力を賜っておりますことをお分かりいたしまして、深く感謝を申し上げます。また、この未来ミーティングの設定にあたりまして、事前の周知や調整等、していただきました、お内容をお伝えいただきましたことにも、重ねて感謝を申し上げます。それでは、未来ミーティング、コロナ禍における、未来に向けたまちづくりと題しまして、少しお話をさせていただきます。表紙をめくっていただきまして、目次でございます。1、安全、コロナ禍の暮らし。2、安全、災害に備えた暮らし。3、健康、元気な暮らしといたしまして、それぞれの項目の現在の取り組み等につきましてお話をさせていただきます。そして4では、連携共同未来に向けてでございまして、今後の明るい未来に向けた街づくりについてお話をさせていただきます。では次のページに進んでいただきまして、まず1つ目、安心、コロナ禍の暮らしについてでございます。新型コロナウイルス感染症は私たちの暮らしを一変させ、今もなお多くの市民の皆様が不安を抱えながら、日々の生活を送られていることと思います。そこで本日はコロナの現状と感染対策や市民の皆様の暮らしを支えする市の事業などを紹介をさせていただきます。資料1ページをご覧ください。まず本市の月別の感染者数の状況であります。本市では昨年3月から医療従事者のワクチン接種を皮切りに、その後計画的にワクチン接種を進めてきたところでございます。本市におきましても全国的な傾向と同様、今年の1月から感染者が急増しており、3月にピークを迎え、4月には減少に転じたものの、ゴールデンウィークでまた少し増えてきている、未だ高い水準にて推移をしていると言えると思います。2ページをご覧ください。こうした状況にあっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組み、すなわちワクチン接種と感染予防が特に重要であり、どちらにおいても市民の皆様のご理解とご協力が必要でございます。3ページを見ていただきたいと思います。ではここで年代別のワクチン接種率を見てみます。左の2回目接種完了者を見ると、全世代を通じて、おおむね8割から9割の方が接種を終えております。続けて、右の3回目接種完了者を見てみますと、世代が下がるごとに接種率は低下をしています。50歳代では7割を切り、40歳代では5割を、30代、20代では4割を、12歳から19歳では2割を切っている状況であります。厚生労働省は、ワクチンの効果は時間とともに低下するため、感染拡大防止及び重症化予防の観点から、3回目接種の機会を提供することが望ましいとしています。海外での接種後の研究によりますと、60歳以上で追加接種を受けた場合は、受けなかった場合と比べまして、感染者の数と重症者の数が少ないとの報告がございます。感染拡大はもとより、重症化防止のためにも、より多くの方が接種できるよう、市としてもしっかりとサポートしてまいります。4ページのワクチン接種の今後の予定をご覧ください。ここにございますように、それぞれ接種券をすでに発送済み、または順次発送する予定となっております。接種券をなくしてしまい、接種できない方は再発行も行っております。コールセンターまで電話をいただければと思います。接種の予約方法でありますが、集団接種、総合病院での個別接種を希望される方は、
オンライン予約またはコールセンターやかかりつけ医等の市内協力診療所での接種を希望される方は、かかりつけの診療所へ直接ご確認をお願いをいたします。さらに、国の方では60歳以上の方と18歳以上の方で基礎疾患をお持ちの方に対しまして4回目のワクチン接種の環境整備に入っております。来月頃からも実施できると思います。具体的になりましたら講師といたしましても、今までと同じように安全安心にそして、気軽に、接種いただける体制を整え対象者にお知らせをしてまいりますので、引き続きましてのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。5ページをご覧ください。最後にこれまでの市の取り組みについて報告をさせていただきます。本市では保健所機能を持った健康支援センターを感染を予防と感染拡大防止を図るための公衆衛生の拠点として中核市の強みを生かし帰国者接触者相談センターの設置をはじめ市民の皆さんが早期に病院での受診や各種機関での検査をしていただけるよう専門的な検知から新型コロナウイルス感染症への対応を推進してまいりました。さらに見えないウイルスの猛威に対し感染拡大の防止と対策機能の強化市民生活への影響の抑制および経済活動の不安の縮小化を柱に据え新型コロナウイルス感染症に関する対応策を講じてまいりました。6ページをご覧ください。具体的なコロナ対策の例としては感染拡大の防止と対策機能の強化および市民生活への影響の抑制という視点からまず自治会の皆さんや消防団の皆さん子育て世代など幅広い対象の皆様の支援にとりわけ力を入れてきたところであります。7ページをご覧ください。経済活動の不安の縮小化という視点からも事業支援金の支給やキャッシュレス決済を活用したキャンペーンなど地域経済の維持向上に取り組んでまいりました。7月まで募集しております支援金もまだございますので使ってない方はぜひお問い合わせいただければと思います。今後におきましても先行き不透明なコロナの状況や経済情勢など常に見極める中で適時的確な事業を展開してまいります。8ページをご覧ください。皆さん体調不良と、コロナの感染について心配になったことが、少なからず何度かあったというふうに思います。感染かなと感じた際には本市には保健所がありますので24時間対応で感染に不安のある方の相談を受け付けております。次にワクチンを接種したいという方につきましては先ほどもご案内をさせていただきましたようにワクチン接種専用のコールセンターがご用意させていただいております。また自宅と接種会場の移動にかかるタクシーの運賃割引制度に加えまして聴覚や言語障害の方からのファックスでの予約も承っております。9ページをご覧ください。コロナの影響で困っているがどこに相談したらよいかわからないという方がいらっしゃいましたらまずは相談先案内専用ダイヤルにご相談をいただければと思います。相談内容に応じて職員が適切な窓口におつなぎをしているところであります。コロナによって家計が急変した方々に対し国の制度いくつもありますけれども国の制度では救うことのできない世帯にも本市独自の給付金交付臨時特別給付金をご用意をしております。その他住居を失ってしまう恐れのある方を対象とした住居確保給付金などさまざまな支援メニューなどがございます。ぜひご自身のみならずご近所様等でお困りの方がいらっしゃいましたらとりあえず市役所までご連絡をいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。続いて2つ目安全災害に備えた暮らしについてに入ります。コロナ禍であってもいつ何時起こるかわからないのが自然災害であります。ここ数年ではゲリラ豪雨や線状降水帯といった言葉をよく耳にするのではないでしょうか。そこで本日はこれまで以上に備える必要性が高まっている豪雨災害への対応についてご説明をさせていただきます。10ページをご覧ください。千曲川の氾濫をもたらした
令和元年10月の台風19号の際は、本市でも市内全域で避難所を開設し、また熱海市の土石流災害においては、甲府地区消防本部からも援助隊を派遣し、写真のような救助活動を行いました。11ページをお願いします。近年発生しているこのような豪雨災害を踏まえまして、千年に一度とも言われる大雨を想定した洪水ハザードマップを平成31年に作成をしまして、市民の皆様方全国配布をさせていただきました。そして昨年、府川、蒲田川といった河川が新たにハザードマップの対象となり、また災害の危険性が高まったときに市が発令する避難情報について、国の方で大幅な見直しがあったことから、今年新たな洪水ハザードマップを作成をいたしまして、7月号、7月号の広報交付と一緒に市民の皆様のお手元に配布をさせていただく予定となっております。このハザードマップによる甲府市全体の状況や、千代田地区、農船、宮本地区の詳しい状況についてまずは見ていきましょう。12ページをご覧ください。こちらは市内の洪水の影響がある範囲の図であります。洪水ハザードマップでは、河川が氾濫した際の浸水を、水が来ない白い場所から浸水が深くなるにつれて、色をだんだんと濃くして示しており、これらの甲府市中心部とその周辺では、河川が流れる広い範囲で洪水の浸水区域が広がっております。13ページをご覧ください。地図が小さくて見づらいという方は、拡大した資料がその次のページにありますので、こちらを参考にしてください。千代田地区を見ますと、先ほど見たような洪水の地域はなく、山間部であるため、赤や黄色の線で示された土砂災害警戒区域が、上尾平や下尾平の広い地域と、平瀬町の一部の地域となっています。14ページご覧ください。地図が小さくて見づらいという方は、農船地区を拡大した地図が次のページに、その次のページに宮本地区を拡大した地図がございますので、そちらをご覧ください。農船地区、宮本地区を見ますと、それぞれお住まいが集まっている地域を青い枠でお示しをしていますが、その場所と赤や黄色の線で示された土砂災害警戒区域が重なっております。15ページをご覧ください。そして、これらの危険な場所からの避難についてでありますが、まずこのマップでご自身付近の模様のご確認をしていただきたいと思います。赤や黄色で囲まれた土砂災害警戒区域では、家屋が倒壊する恐れや、頑丈な建物でも土砂が流入する恐れがありますので、危険性が高まったときには、安全な場所へ避難する立ち退き避難が必要であります。16ページをご覧ください。そして、水害の危険性が高まった際には、危険な場所にいるすべての方が避難をする必要があり、お住まいの地域の指定避難所だけでは、避難者を受け入れきれない可能性があります。また、コロナ禍においては、感染防止の観点からも、自ら避難先を検討する必要がございます。大雨になってから遠距離を車で避難することは危険だと思いますが、台風の接近など、水害の発生が予想されるときには、避難所に避難することだけでなく、こちらの図のように、あらかじめ安全な場所にある親戚や友人宅などに避難することも考えられます。洪水の場合には、高い建物や、自宅の2階などへの避難も考えられますが、土砂災害の危険がある区域では、家を出て安全な場所への避難をお願いをいたします。本市におきましても、民間施設と避難所受け入れの協定を結ぶなど、引き続き避難先の確保に努めてまいりますので、市民の皆様も避難先の検討をぜひお願いをしたいというふうに思います。17ページをご覧ください。避難先や、避難行動について、あらかじめ整理をしておくために、マイタイムラインの作成を市では推進をしていきます。避難先を決めておくことや、ここに表でまとめられている避難情報や、気象情報などの警戒レベルに応じた行動を整理しておくことで、避難への心構え、避難行動が必要になったときに、適切な避難につなげることができます。また、お一人お一人の避難先などを
ご家族があらかじめ決めておき、その情報を地域でも共有できますと、迅速な避難行動だけでなく、避難の支援にもつながっていきます。ある自治会では、令和元年の台風の際に、市内で避難指示が発令されたことを受け、実際に危険性がある区域の住民に避難を促して避難所や知人宅へ避難させるといった素晴らしい取り組みも行われています。こういった取り組みは甲府市全体に広がるよう研修会の実施などを通じて呼びかけてまいりたいと考えておりますので、今後このような研修の呼びかけをさせていただいた場合にはご参加とご協力をいただければありがたいです。18ページをご覧ください。ここまでお話をしてきたような水害の危険性やハザードマップの内容について知っていただき、ご家庭でのマイタイムラインの作成や地域での防災活動につなげていただくための水害避難の地区研修会を本市では開催をしております。今年度と来年度の2カ年で全ての地区で実施をしていく予定であり、まずはハザードマップに追加された多摩多摩区が周辺や洪水時の影響が大きいエリアを優先して実施をしてまいります。千代田、農船、宮本地区におきましても日程や会場など今後調整してまいりますので、自治会長様や防災リーダーの皆さん、避難所運営員あるいは消防団の皆さんなど、災害時に地域や避難所で大きな役割を果たす皆様にはぜひご参加をいただきますようお願いを申し上げます。2については以上であります。続いて3つ目は健康元気な暮らしについてであります。コロナ禍であっても健康づくりを後回しにすることはできません。コロナの影響で生活が変化し、これまでと同様の健康づくりが行えていないという方もいらっしゃるかと思います。本日は本市における健康づくりの取り組み等を紹介させていただきますので、今後の皆様の健康づくりの推進にお役立ていただければというふうに思います。19ページをご覧ください。本市では人、地域、町の健康づくりを推進し、みんなが健康で笑顔が絶えない元気シティ甲府を目指して取り組んでおります。平成31年の中核市への移行に伴い、保健所機能と健康センター失礼保健センター機能を併せ持つ健康支援センターを設置をいたしました。そして令和元年9月には健康都市宣言を行い、町の元気の源となる市民の皆様の健康づくりに取り組んでいます。20ページをご覧ください。ここにございます、健康都市宣言の5つの柱に沿って主な取り組みを紹介をさせていただきます。21ページをお願いします。まず1つ目の柱では、青年期、壮年期、高齢期における健康づくりを推進しております。本市ではがん検診をはじめとする市民の皆様の健康状態を測るさまざまな検診を実施するとともに、令和3年度からは新たに健康づくり活動への参加に対し健康ポイントというものを付与し、ポイントに応じた景品を受け取ることができる健康ポイント事業をスタートいたしました。また今年度は新たに国民健康保険加入者における40歳以上の5歳ごとの節目の年齢に対する方の検診費用を無料とするなど、市民の皆様と共にさらなる健康寿命の延伸に取り組んでまいります。22ページをご覧ください。次に2つ目の柱でありますが、妊娠期、子育て期の親と乳幼児期の健康づくりを推進しており、妊婦さんなど一人一人に寄り添って相談に応じるマイ保健師制度の導入など、安心して子育てができる環境づくりに努めております。加えて今年度からは新たにさらに安心して子育てができる環境を整えるため、産前産後ケアのプロである助産師さんによる訪問型の産後ケア事業、おうちでホットママケアを開始いたしました。こうした取り組みを活用していただき、産後の不安を解消し、
安心して出産や育児をしていただきたいというふうに思います。また少年期の健康づくりの推進にも引き続き力を入れてまいります。昨年オープンしたお城ランドで、存分に遊んでいただき、お子様の心と体の健康づくりにつなげていただければというふうに思います。22ページをご覧ください。3つ目の柱でありますが、本日お越しいただいておりますさまざまな団体の皆様との共同による地域で支え合う健康づくりを推進しております。また昨年度から新たに健康に関する正しい知識や技術を日常生活の中で身近な方に伝え、自分も地域も心も体も健康にする健康リーダー養成講座を始めさせていただきました。健康リーダーとはまさに今直面しているコロナの影響によるフレイル対策や認知症予防など、地域で健康づくりを正しく実践できる具体的な方法を学ぶことができる取り組みであります。24ページをお願いします。4つ目の柱では、社会全体でお互いの健康を支え合う取り組みを推進しております。健康づくりは大切なことは分かっている、でも一人ではなかなか踏み出せない、続かない、多くの方がそのようなお気持ちになったことがあるのではないでしょうか。今週では働く世代の健康づくり講座や、令和3年度からは地域の健康づくりのために積極的に取り組んでいる事業所や団体、個人の表彰を行う健康チャレンジ表彰を実施しております。健康づくりはその方が所属する環境に大きく左右されます。会社や地域でその機運が高まれば、会社も地域も健康で明るく楽しい雰囲気に包まれます。ご自身のため、さらには身近な方々のために、お仲間で健康づくりに取り組んでいただき、最優秀賞を目指していただければというふうに思います。25ページをご覧ください。5つ目の柱であります。難病患者の皆様の医療費助成に加え、各種予防接種、結核などの感染症対策に取り組んでいます。コロナの感染拡大を機に感染症への関心が高まっていることと思いますが、改めて予防接種などを通じた健康管理に努めていただきたいと思います。さらに本市では猫の不妊・去勢手術費の補助なども実施しております。人だけでなく動物も地域の中で生活をしております。助成額の増額を行うなど、今年度は人と動物が幸せに暮らせる町、共生する町を目指し、さらなる取り組みの強化を図っているところであります。市全体で動物愛護に取り組んでおりますので、猫の不妊・去勢手術をご検討される方がいらっしゃいましたら、市役所へご相談をいただければというふうに思います。26ページをお願いします。では健康についてのお話の最後に、先ほど紹介させていただきました健康チャレンジ表彰の受賞団体の活動を紹介させていただきます。昨年度は団体グループ部門で最優秀賞に、住吉地区青少年育成推進協議会家庭部会が輝きました。こちらの団体では健康教育講話や脳の活性化運動、リズム体操、ラジオ体操などの楽しみながらできる健康体操を週4回実施をしているそうであります。リズム体操では懐かしの名曲や軽快なテンポの曲など、さまざまなジャンルの曲を取り入れているそうであります。参加されている方から大好評を得ており、体力づくりだけでなくコミュニケーションの場となっているとのことであります。27ページをご覧ください。次に、事業職務にて最優秀賞を受賞した株式会社早野組様の取り組みを紹介させていただきます。早野組様では社員のご家族やグループ会社も参加するスポーツ大会の開催や、インフルエンザ予防接種の費用の全額補助、あるいは禁煙外来受診料の全額助成や毎日のラジオ体操の実施など、その充実した多数の取り組みにより最優秀賞となりました。なお事業職務としては、社会保険労務士法人欅コンサルティング家庭部会様、
興和建設株式会社様を優秀賞として表彰をさせていただきました。28ページをご覧ください。千代田、農船、宮本地区におきましてもコロナ禍で地域の皆様にお集まりがいただくことが難しい中、愛育会をはじめとする各種団体の皆様のご協力のもと、感染拡大防止のため地区の85歳以上の方にマスクとマスクホルダーをメッセージとともに配布をしていただきました。また生き生きサロンでは体力づくりを目的としてグラウンドゴルフや体力測定などの各種イベントを実施をしていただくなど、健康づくりに積極的に取り組んでいただきました。心から感謝を申し上げます。コロナ禍でも健康づくりを欠かすことはできません。皆様お一人お一人の取り組みもさることながら、こうした地域での活動が健康づくりには特に重要となりますので、引き続きまして本市の取り組みに対するご協力をお願いをさせていただきます。最後に4、連携、共同、未来に向けてについてのお話であります。これまではコロナ、災害、健康づくりといった現状についてのお話をさせていただきましたが、ここからは未来の話をさせていただきます。29ページをご覧ください。先ほど会長からご挨拶をいただいた内容に入っていくわけでありますけれども、日本の総人口が減少する中、本市を含めまして多くの自治体が人口減少の問題を抱えております。平成27年の国税調査の結果をもとにした推計によりますと、本市の状況は引き続き少子高齢化が進行し、令和27年には総人口が146,591人まで減少する見込みとなっています。30ページをご覧ください。では千代田、農船、宮本地区ではどうでしょう。市全体と同様に人口減少が予想されております。平成27年から令和22年にかけて人口は 35% 減少する見込みとなっており、令和22年には人口の約 54%、 半数以上が65歳以上になる見込みであります。しかしながら今後の市や地域における取り組み次第では、こうした状況を回避することが可能となります。今まさに地域の特色を生かした未来に向けた魅力ある街づくりに取り組む必要がございます。31ページをお願いします。先ほどの会長のお話、私の今の話ということで少し心配というか不安になった方もいらっしゃったかと思いますけれども、この三地区には他の地域にはない素晴らしい特色がございます。昨年7月に実施した市内1万人を対象としたアンケートでは、千代田、農船、宮本地区の皆様の答えから、この地区が住みやすいと感じる理由として自然環境が良い、静か、閑静な環境、治安が良い、近所付き合い、人間関係が良いといった項目の割合が高く、安全で豊かな自然環境に恵まれた地域であることが伺いました。32ページをご覧ください。地図が小さくて見づらいという方は2ページめくっていただきますと、拡大した資料がありますのでそちらをご覧ください。まず千代田地区が有する地区の資源といたしましては、昇仙峡の玄関口として多くの自然を身近に感じられる地域で、アクティビティの拠点となる創作の森小比奈、武田の森千代田湖などを有しております。また区域外からの児童も受け入れるここ千代田小学校が立地をしております。33ページをご覧ください。拡大した地図がその次のページにございますが、農船および宮本地区が有する地区の資源といたしましては、日本有数の景勝地のかつ、歴史文化信仰のある地域となっており、日本遺産やユネスコエコパークに登録され、後世に引き継ぐ観光資源として期待をされます。さらに春から秋における山や川の織りなす魅力的な自然景観を有し、民間企業と連携した自然を生かした体験型事業を実施をしております。34ページをご覧ください。これまでの説明の通り、この千代田、農船、宮本地区にはたくさんの魅力と資源がございます。
人口減少、少子高齢化、ライフスタイルや価値観の多様化など、社会情勢は急激に変化をしており、今後も豊かに暮らしていくためには、地域の特色や地域資源を生かし、住民の皆様と何をしたい、何ができる、どんな街を次の世代に残したいといった思いを、理想の暮らしや地域のあるべき姿として思い描いていただくことが大切だと思います。そして、その皆さんで描いた理想の姿に向けて、公民の連携協働により取り組んでまいりたいと考えております。今後、地域の将来についてご意見を伺う際には、こういう街にしたいという思いをお聞かせいただければというふうに思っております。その未来に向けて、私たちも最大限努力をしてまいります。35ページをご覧ください。各地区における取り組みを紹介させていただきます。伊勢地区では、コロナ禍で高齢者が家に閉じこもりがちである現状を捉えまして、地域でウォーキングマップを作成いたしました。また、愛川地区では、愛川地区が抱えている課題を明らかにするため、防災減災、地域の支え合いなど、5つのプロジェクトチームが結成されました。こうした新たな取り組みは、未来のまちづくりに向けた大きな進化であると感じております。そして、千代田、農船、宮本地区においても、それぞれ特色ある地域の取り組みを実施していただいております。千代田地区では、美しい里山づくりと地域の活性化事業として、遊休地を利用した菜の花畑づくりや、ジャガイモ栽培を通じて地区の取り組みを PR するとともに、餅つきなどで地域の方と子どもたちが触れ合うことで地域の一体感や交流を図るなど活性化につなげる活動を行っていただいております。36ページをお願いします。農船地区では地区内に記念植樹をされている桜の維持管理を中心とした桜の里づくり事業を通じて自然の保護とともに地区内での交流の機会を創出しています。宮本地区では地域全体が秩父多摩海国立公園に位置しているため、山桜の管理や河川林道の清掃などを行っていただいております。また昨年10月には、朝鮮郷観光協会の芦沢会長をはじめ、地域の皆様方の大きなご尽力をいただく中で、開府500年の企画提案事業として、花桜神社に宇宙を旅した種から育てた宇宙神代桜を私も一緒に植樹をさせていただきました。日本遺産に花を添える新たな観光スポットとして誘客促進及び観光事業の活性化につながるものと大いに期待をしているところであります。こうした活動は地域の未来、本市の未来につながる大切な活動であると大変心強く感じております。37ページをご覧ください。地域の皆様の取り組みと合わせ本市におきましても、市民の皆様の豊かな暮らしに向け、様々な事業を展開をしております。子どもに関する分野におきましては、今年度中に、健やか子育て医療費助成事業の対象者を拡充し、高校3年生相当までの医療費の無料化を実現してまいります。また、家庭において家事や育児などを行い、学業に支障をきたすような子ども、いわゆるヤングケアラーへの支援を強化し、子どもの健やかな成長をさらに推進をしてまいります。高齢者や健康の分野では、介護認定の割合が高まる高齢者を対象として、健診受診の案内や各種保険事業の説明、地域特性に合わせた講義、講座などを実施する健康づくり同窓会の開催、また血糖値が高い方の割合が多い、本市の現状を捉え、管理栄養士などの医療専門職がご自宅を訪問し、栄養指導や相談支援を行う3ヶ月血糖チャレンジなども実施してまいります。そして4月28日に公園部分がオープンいたしました、有機公園及び附属動物園の整備につきましても、市民の皆様に愛される施設となるよう未来に向かって取り組んでいるところであります。38ページをご覧ください。さらに、産業の分野では、コロナ禍で打撃を受けました地域経済の立て直しに向け、甲府城周辺の整備に取り組み、中心市街地の活性化などを図るとともに、
宝石の町甲府としての輝きを国内外に発信するため、工房体験や市内周遊を行うジュエリーツーリズムを新たに実施し、販路拡大による地場産業の活性化を図ります。また本市には、緑化祭りや小江戸甲府の夏祭り、甲府大好き祭り、発酵マルシェなど、四季折々の魅力あふれる集客イベントが数多くあります。こうしたイベントの魅力を最大限に生かし、にぎわいの創出にも取り組んでまいりたいと思います。そして、地域の暮らしを守っていただいている消防団の皆様の報酬の見直しを行い、処遇改善による担い手の確保を図り、安全安心の街づくりを推進するとともに、誰一人取り残さない社会の実現を目指す世界的な取り組みである SDGs の視点を本市の事業の推進に生かしまして、誰もがより豊かで持続的な社会の構築を目指してまいります。39ページをご覧ください。北部地域の皆様に関係の深い市の取り組みを紹介させていただきます。緑ヶ丘スポーツ公園の野球場、テニスコートの再整備であります。テニスコート A につきましては、7月頃の着工となり、3月までの工期となっております。また野球場建設工事につきましては、10月頃の着工となり、令和5年度中の完成を予定しております。その後、順次、緑ヶ丘スポーツ公園の整備を進めてまいります。障害スポーツ、また住民の皆様の健康増進、体力づくりの拠点である緑ヶ丘スポーツ公園が生まれ変わりますので、楽しみにお待ちいただければというふうに思います。40ページをご覧ください。最後に、塩田農船宮本地区での本市の取り組みにつきましてご報告をさせていただきます。本年度の新規事業等につきましては、天神森トイレの解体及び建設工事や、先般の落石の発生への対応を図り、日本遺産御岳昇仙峡を訪れる観光客の安全で快適な受け入れ環境の整備を進めてまいります。先ほど消防団の皆様の処遇改善の話もさせていただきましたが、今年度は農船分団の小型動力ポンプを更新をさせていただきます。こうした取り組みにより、本地区における地域防災力のさらなる強化が図られるものと考えております。今後におきましても、地域において、お気づきの点がございましたら、市役所にご相談いただければと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。41ページをご覧ください。私には、甲府の明るい未来づくりに向けまして、強い信念がございます。それは、まちづくりは未来づくり、未来づくりは人づくりという思いであります。多くの皆様にもご参加をいただきました、甲府開府500年記念事業は、この信念を常に前面に出し、事業の展開を図ってまいりました。居住する地域の歴史や文化を再認識していただくため、私の地域歴史探訪事業や甲府ラーニングスピーチ事業を実施いたしました。こうした取り組みを通じまして、若者から高齢者まで、多くの市民の皆様のところに、甲府市民である誇り、すなわちシビックプライドと郷土愛が育まれ、甲府の未来づくりに向けた大切な一歩を踏み出すことができたと感じております。42ページをお願いします。また、子供のたくましい成長なくして本市の未来はございません。そこで、本市の未来を担う子供たちに、夢を持つことの素晴らしさや、挑戦し続けることの大切さなどを伝える機会として、甲府ドリームキャンパス企業を実施いたしました。甲府大使の皆さんと、本市にゆかりのある方を夢の先生に迎えまして、甲府市内の小中学生に夢を持つことや夢に向かって努力することの大切さ、素晴らしさを伝えていただき、参加した子どもたちからは、自分を信じて夢を諦めずに前に進みますといった声が聞かれるなど、子どもたちが未来を築いていくための機会を創出できたものと感じております。43ページをご覧ください。最後になりますけれども、人と町を育み、それを未来、次の世代に引き継ぐことが今の私たちの使命であると思っております。甲府開府500年記念事業での取り組みで深まりました、甲府への愛着と誇り、これは未来に向けた原動力となります。この原動力をさらに高め、市民の皆様と共に、本市の明るい未来に向け、力強く進んでまいりたいと考えておりますので、今後とも
交付姿勢の推進にご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。以上、説明報告に変えさせていただきます。本日はご清聴ありがとうございました。